<laughs> ああ、そうそう、26番さんがおっしゃってる、おっしゃってる通り、あの、ね、GFES ンの設定にしちゃうと、居場所がわかるっていう。ああ、うん。それは本当に、調整ないといけない。<laughs> 自宅じゃなければ別によくね。<laughs> あまあ、そうですね。自宅でそれやらかすよりは、 自宅バレは困るけどさ、外に歩いてるときにバレてもあんまり気にしなさそう、俺は。<laughs> モバイルバッテリー、GoPro とかつないだりするんでしょ、外配信って。機材が多いとは聞くね、ああ外配信する環境を作ろうとすると。人によってはそのもの、なんかもう、なんかね、でこう,うん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 。 2十七番さんあそういう人いたんですね <laughs> なかなか面白いですいやぶっちゃけさ俺今実家に住んでるからさ自宅バレるのは困るけど一、うん、人暮らししてたら全然住所出してもいいぐらいには割と警戒心がないというか、うん、あんまり気にしないんだよな個人的な意見だけど。えー、28歳さん僕はあの 愛知県に住んでるっていうところまでは別に言えるんですけどさすがに細かい住所そっから先の住所が出るのは嫌ですねあーまあ普通はそうだよな、うん、えっとウォンガさんあのツイッターのフロフランにあの最初ののどだけ書いてますのんねい見い見いやうん。 宮城県ってて書いてありますツイッターのプロフィールも大岡さんは書いてますよあと配信中に市までは行ってるからねだから宮城県を探し回ればどっかにさんがっそうそう宮,宮城県配信では宮城県名取市ってそこまでは行ってるからああ <laughs> <laughs> だから別に一人暮らししてたら全然住所言いそうだもん俺 <laughs>

若松さんですよねってあれことないでしょ <laughs> 大丈夫だってそう歴史歴史とかになるとねそんなにリア突してくる人はそんなにないむしろ来るんだったら飯ぐらい作るぜって感じだよ <laughs> <laughs> 来れるんならなって感じだねこっちからするとそうですねあの人の顔ってあの例えばあえっ、ー、と <laughs> あ<ー>ほらほらやっぱみんなそう思ってるよ。僕がその,その31万さん僕が、あのー、思ってるのはあのー、もしあの職場の店長にあの割れたら多分本業でやってることなんか言われるだろうなっていうそれはずっと思ってます。うんうん いや正直言ってさ今、あのー、例えばこう新しく仕事探しますとかってなったりするとするじゃんその時に履歴書をもらったりするとまず本名で SNS とかやってないかとか調べるもんね<笑><笑> <laughs> ああそうそう32万3そうその可能性もある、うん、結構あのー 履歴書をもらって面接する前に名前パソコンで打ってみて何かヒットしないかなとか本名でさインスタとかやってる人とかもいるじゃん SNS とか、はい、そういうところであの見つけられたらその人の人となりがわかるから、うん、その後の面接やるかやらないか決めるから、うん、とりあえずもらったら名前調べるっていう企業さんとかも結構あると思うので。うん <laughs> 若松さんが今度あの何か転職したりする時にそういうタイプの会社だったら「おこの人を配信やってるやんけ」ってなるうんあと,とう,うんそう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 ですよ引っ越しつかなくなってるんだから <laughs> <laughs> えー